親方様。親方様じゃ。あまりに久しぶりでお顔を忘れかけましたぞ。はて、大騒じゃ。早く軍議を開きましょうぞ。では親方様、出陣にございます。それでは親方様、いざ出陣にござります。さて、まず最初の合戦場となるこの曲輪ヶ原、よくご覧なられよ。この土地は丘に囲まれた平地に曲輪川の支流が流れるという形にござりまする。敵はこの川の対岸にて我が軍を食い止めようと布陣してござる。第一の陣では川の上流にある水門を大玉により破壊なされるがよろしい。それにより直に川はせき止まる。川がせき止まりましたならば、釣り鐘衆を守りながら全軍で対岸に渡られよ。我が目標は敵陣奥手にある門を通過することにござる。この門を通過できた兵だけが次の戦場の兵数となりますがゆえ、釣り鐘衆と共になるたけ多くの兵を引き連れて攻め入られることをお勧め申し上げる。ああ、大事なことを忘れておりました。すべての戦は日没までに決着されよ。日が沈むまでにこの門を通過せなんだら、この戦は負け戦になりまするゆえ、よーく心に刻まれよ。大人な戦にございました。これほど早く決着されるとは、さすがは我らが親方様にござる。まさに快進撃でございましたな、親方様。次なる戦が楽しみにございますぞ。